ナイス D チーム、ボーカル&キーボーディストのキックンです。今回紹介する無料プラグインはアンプルギターです。これのすごいところは無料で難しい打ち込みのギターをリアルに簡単に再現できてしまうといったところです。じゃあまず音を聞いてみてください。この音です。ちょっと今わざと大きめな音量にしています。どうですか？普通打ち込んだらかなり大変なんですけど、無料でこんな素敵なサウンドになってしまいます。じゃあまずですね、画面をお伝えしていきたいと思います。プラグインの読み込み方はこのインストルメントのところから AU 音源のところのアンプルサウンドっていうねメーカーのところを選んでください、ね、アンプルギターで。そして画面が開くとこの鍵盤の画面が映っていて、デフォルトですとこういう状態になってるんですね。つまり言うと鍵盤で演奏すると1音ずつメロディーで弾くような状態。もちろんこれでもね打ち込んでいけるんですけれども、今回の使い方としてはジャンジャカジャンジャカジャンジャカかき鳴らすのをいかにね簡単に作るかといったところなんですけれども、まずこの、ストラマーというボタンを押してください。そうするとここにオンオフっていうスイッチがあるんですよ。これをオンにします。そうするとモードが切り替わりまして、この鍵盤を押すだけでですね、このようにジャンジャカジャンジャカ鳴ってくれる設定になるんですね。でその時に、ポイントとしてはこのメインのところ、画面戻っていただくと分かりますか、この緑色のラインのところとこの青と黄色のしましまのところ、つまり言うとこの緑色のところで音程を指定するんですね。コードを指定します。分かりますか、このような Dm、FGA という感じですね。でここで、ドレミって並んでますよね。ここでアップストロークとダウンストロークっていうのを、これダウンですね、アップですね、ジャンジャンジャ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 ンジャジャンジャンというふうに、もう一本指で演奏できるんですよ。でコードを変えたいときはこの左手でこのようにでするだけです。なので打ち込み方としてはこういった形になりますね。もうシンプル、左手のここでコードを指定する、指定したらここでジャカジャカアップとダウンで切り替えてかき鳴らすだけといったところです、が、さらにちょっとね簡単に、もうちょっと使いこなしたいといった方のためにお伝えしていきたいんですけれども、実はですねここのストラマーのところパターン機能というものもあるんですよ。このパターン機能というのはちょうど鍵盤でいうところのこの黒い鍵盤、今こうねストラマーのありますよね、この鍵盤この上のところを押すとですね、このようにここで設定したパターンが鳴ってくれるっていう、でレのシャープにするとパターンの2ページ目に切り替わるっていう仕組みです。でちなみにここのパターンもちょっとね自分でこう短くしたりこうダブルクリックで消したりとかね書き換えたり伸ばしたりすることもできるんですね、長さを。で自分の好きなパターンもここで組み込めると。あとキーがねこの曲の場合は今 C のキーなんですけれども、もし C 以外のキーを使いたいという場合はここ今 C ってなってるのを例えば D とかにすると基準が変わるので、これですか、これ変わるのが、例えばこれ他のキーに変えるとね、このように全く同じ打ち込みの内容なのにちゃんと対応するコードが変わってくれる。あとは、ここ C とかありますよね、1ページ目と2ページ目ってなってるんですけれども、ここ自分で変えることができます。この例えば今この鍵盤は C じゃないものに切り替えたりとかして、あとメジャーとかありますよね、メジャーコードマイナーコードセブンスとかっていうのもここで、割り当てることができるんですね。そしてあとちょっと面白い機能としては、このストラムのスピードですね、タイムっていうのをちょっとノブを遅らせてあげるとドゥルルルーンってゆっくりのなったり速くなったりっていうのを切り替えることができたりとか、あとこのメインの画面のところに、パームミュートっていうのもあるんですね。ここ黄色い鍵盤のとこ押すとほらこのようにパームミュートになったりとかっていうのもあるし、あとここですね、マイクの拾い方も変えることができますね。マイクの拾い方、あとダブルステレオに広げられたりとか、ダブルの度合いもここで変えられます。そしてワイドっていうね、これも同じくステレオに広がるような効果もここで作り出すことが簡単にできます。あとはここですね、 FX、 これも実はエフェクターオンオフ簡単にできます、ね、結構音の変化が分かりやすいので楽しいと思いますよ。
エフェクターの知識に関してましては、さまざまな僕のチャンネルでも動画があるので、ぜひそちらも、見てみてくださいね。あともう一個だけお伝えさせてください。このままメインの画面に戻りますね。そしたらここの鍵盤押すと、ほら、ブラッシングとか、この叩くような音とかも上にたくさん入っているので、ミュートとかもね。ぜひこのあたりも、パーカッション代わりに使ってみたりとか、人によってはわざとシンセサイザーのようにありえない、すごい連打をね、使って効果音みたいなのを作ってみても面白いかもしれないですね。僕のチャンネルでは有料のメンバーシップというのもありまして、よりね、DTM の沼にはまってみたいとか、カジュアルにちょっと難しいことを、カジュアルに楽しみたいという方もおすすめですので、ぜひそちらも一緒にご利用くださいませ。キックンでした。ありがとうございました。ナイス DTM。